ぐ、ここはどこだろう。うわ、お弟子聖子が壊れてる。ほんとだ、ボロボロだ。パワームーンを集めて直さないと。この先にあるかな。いや、デジャブー。最初の方にもありましたね、このくだりね。とにかくパワームーンはね、集めることで変わりないんですね。というか、お弟子聖子はパワームーンで何でもできるか。はい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 。あー、どっから見ていこうかな。うーわ、地獄絵図だな、こりゃ。どうなってそうなった。まあ、とりあえずね、紫コインから集めていきますか。せい。危ない危ない危ない。油断したら落ちる。油断したら落ちる。この、よくわかんない場所に。まあ、ここは何もないと。というかもうここはさ、もう、何？その名の通り、一子一人いないわけ。失われた国。あ、でも、生き物は生息してる。蝶々。おいで。おー、あった。あったけどなんか、ちょっと、人気なさすぎて不安になるんだが。おおおおおお、鳥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 。鳥。うわー、キャッピー持ってかれた？え？嘘、キャッピー持ってかれた？おー、いい、お前。だからさ、毎回そうなんだけどさ、その、クッパにやられた後踏んだり蹴ったりじゃないか？なんで、このクッパにさ、よくわかんない島に落とされた挙句さ、キャッピー取られる？ちょっと。気持ち悪いのいたー。うわー、気持ち悪いのに気づかれた。キャッピーいないの忘れてたんだ。キャプチャーとかできないもんな、あのキモいやつに。あれ、花ちゃんいる奥に。キャッピーねと動きづれー、マジで。あ、でもここパワームーンの。パワームーンの気配する。パワームーンの気配するけど、壊せない俺には。どうしようもない。前キラーで壊させたけど、俺は、おーっと、お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 っと、思わぬところにあった。おい。あ、しかも、何？黄色ってさ、普通の色じゃね？あれ？これ、おー、よかった、よかった。今、一瞬戻れねえかと思ったわ。隠しブロックね？このオデッセイに一応あるんだね、隠しブロックという要素がね。墓、誰かの墓。コイン出た。あれ？上、あ、コインかい？パワームーンじゃないんかい？でもキャッピーは取り戻さないといけない気はしてて、こっちからなんかいけない？この上さ、何もないの？おい、コインかい？そういうことじゃなくて、やっぱ上行ってくしかないっぽいな。おい、キモいのよ、くんな。やめろやめろ。こことかは何？ヒップドロップしてどうにか。おいー、下がった、びっくりした。これで2個目のパワームーンゲットできんじゃない？ほら、びっくりした、今の。全く、全くだったな。下がると思わなかったな。あれ、じゃあこの金色系ってさ、もしかしてヒップドロップしてたら下がるの？あれ、ここもさ、でも言うたらさ、下がりそうだよね。ほら、うーわ、なるほどね。なんだ、なるほどね。あ、わかった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 。あ、だからそういうことだ。これをだから、こっちにヒップドロップしたら逆になりますよと。そんでこの上に登れますよと。はい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 。余裕ぶちこきか。で、旗取れなくて。あー、こいつがまあまあうざいんだね。ほい。こいつがまあまあうざい。危ねえ。おー、キャッピーキャッピーキャッピー。ほい。ずるいじゃん、そうやってさ。おい。ねえ、ずるい。どうすりゃいいの？お前それ。倒しゃいいの？めっちゃ逃げるじゃん。ねえ、ズルだよ。階段石ぶつけて。あー、うん、あー、うん、あー、わかった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 。それでこっちをおびき寄せるじゃないかい。そんで、こうだろ。ほら。ごめんな。正当防衛っていうのを使うはずだったんだけどさ。君逃げるし。キャッピー囚われてたし、ごめんな。あー、助かった。ひどい目にあったよ。気を取り直して、パワームーンを集めに行こう。
ッケー、ごめんな、さっきの鳥。おいで。こいつはさ、なんともなんないわけ。あ、こいつ、あー、パワームーンじゃないか、パワームーンじゃなかったか。あれ、上にパワームーンあるじゃない。はい、出た、わかった、あっちだな。マジで、キャッピー、キャッピーいるの全然ちげえ。キャッピーいるの全然、待って。あそこ行けるかな？こうやって行けるもんかな？え、行けないよ！こっちから行きましょう。ね。こっちから、こいつを、こいつキャプチャーできねえのかな？ね、こいつキャプチャーしたら楽っぽくね？キャプチャーできねえ。キャプチャーできねえ。できたー。あれ、こいつさ、伸びる。こいついたら楽くね。あれ、あ、なに、そういう伸び方はできないの。伸びるじゃん。あ、いいじゃん。強いじゃん、これ。ほい、ほい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 。あ、これ強くね。これ最強か。あ、これ最強か。ほら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 、これ最強かよ、こいつ。アナちゃんもどき。あ、これ最強かよ。こいつだったら何でもできんじゃん。あーね、あーね、あーもう余裕ぶちこき丸だわ。あ、あー、いやこないで。で、あっちのかけらを集めようぜ、かけらを。あ、なるほどね。そりゃ、マリオのジャンプ力だけじゃいけねえようになってるわけだ。こいつを使わないといけなくて、真っ黒クロスケの列危ねえ。真っ黒クロスケの列がうぜえ。あー、なるほどね。届かないと戻っちゃうのね。はい。で、あとかけらどこだ？ 1 個2個取って、こっちなくて、で、あっちでしょ？あいつうぜえ！あいつのいる位置うぜえ！いい位置に嫌がる。いい位置に嫌がる。取って。ちょ。あぶねえ、落ちる。一旦さ、あっちに逃げる。いや、そういうわけにもいかないね。あれ？あとかけらなくね？あれ？ちょっと、あれだな。一旦向こうに行くか。一旦向こうに行きましょう。一旦向こうに行って、こう行って、裏、はい、裏にあって、で、あと一個。あ、いで。まあでもこれ落ちる心配はないのか。伸びて、行ききんなかったら、戻るだけだもんね。はい。あの真っ黒クロスケゾーン通るしかねえか。えい！でもあれコインだもんな。あと一個。あと一個。裏？裏か？うわ！わかったわかった。そういうことか。こうだろ。あ！あれ？あら？ちょっと待ってね。かけらあと一個で出てくるはずなんだけど、ちょっと先にさ、キノピオたち見つけちゃって。困っていて、こうやって上方向にはできないの。あー、無理なんだね。上方向は無理なんだね。あと一個かけら、あと一個かけら、どっかにあるはずだろう。かけら、この辺のどっかにあるはずだろう。先に進めと。かけらも全部集めていないのに俺に先に進めというのかい。しょうがね、こっち行くか。まあ、さっき食らった分回復しようぜな。おざす。早くして、邪魔だ。どけろ。で、こいつ、解除するか、一旦。あ、ごめんなさいよ。一旦解除して、キノピオ、隊長。ここを見つけるなんてさすがですね。私は変な鳥にここまで運ばれました。あいつだろ、あいつ。あいつだよ。でも、休みました。パワームーンも発見です。どうぞ、持っていってください。キノピオ隊長ってさ、まあまあ、わけわからんところに一人で行けるよね。前回のプクプクもそうだったんだけどさ、俺はさ、この、あちあち。俺はこの虫みたいなのに乗ってさ、ここに来たわけじゃん。でも、キノピオ隊長はさ、何にもキャプチャーせずさ、ここに来れたってことでしょ？あ、すげえわ。鳥に運ばれたって言ってたわ。いや、鳥に運ばれたにしてはテントとか持ってるのすごくねえか。じゃあ、あの鳥がすげえってこと？まあいいや。戻りましょう。
あと一個この辺にあってよ、お願いだよ。あと一個どっかにあるはずでしょ。なんぜない。なんぜないんだ。あった。見つけた見つけた見つけた。見つけた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 。回復がしてえな。なんか回復がしてえよ。俺はここだろ。この穴の中でしょ。ほらほらほれー。ほえー。おーほれー。話したらどうなる？奥に行く？奥に行くんだ。キモ！つうか、ちゃんと顔見てなかったけど、キモ！あーもうサクサクですわ。はいー。密林のムーンチップ。あ、オッケーオッケー。パワームーンをね、ゲットするとこう回復もできますから。そいだら先行きますか？あら！あら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 。いい感じじゃない？いい感じです。あらら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 、二次元のね、この土管に入って行ってね。あら、また、奥にパワームーンが。あら！もう、視界に見える範囲だけで2個もパワームーンありますよ、これ。ちゃっちゃと、この真っ黒クロスケこん中入ってくるんかーい！ちゃっちゃとはね、こんなね、気味の悪いところから抜けてね。ちゃっちゃと都市の国行きましょう。直しましょう、早く。オデッセイ号を。ここだって、化け物しかいないもん。キノピオ隊長ぐらいだったよ、まともに会話できるやつ。半分集まったから、あと5個必要だね。1、2、3、4、5。はぁ、なるほどね。全部集めると。この世界にあるもの全部集めると。あ、待って、ちげえわ。これ、あっちに行くのにさ、花ちゃん、偽物の花ちゃん必要じゃん。やっぱこの偽物の花ちゃんをね、利用しないと、ここ、通れないと。あ、待って、待って。真っ黒クロスケに当たるね。花ちゃん使うなら真っ黒クロスケに当たるね。ああ、なるほどね。こう行って。で、こうでしょ。ほら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 。あ、真っ黒クロスケ、チョロボンって言うの？ああ、チョロボンって言うんだ。ここに来て初めて知ったわ。これからチョロボンって、痛えな！チョロボン。これからちゃんとチョロボンって呼んでやるよ。ごめんな。名前知らなかった、ここまで。このまあまあマリオデッセイやっておきながら、知らなかったわ、お前の名前。で、あと1、2、3、4。4ってことは、行ってない方面ってことでしょ？ちょっと一旦ずっとこいつのままでいた方が良さそうだな。行ってない方面。上に行きたい。上に行きたいということはだね。まあ、これ伸びて、あれ、こっちってさ、最初来た方か。そうだよね。最初の方だよね。これ解除しようかな。どうしようかな。あら。おっと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 。あらら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 。それってさ、こっから伸びるだけでゲットできたり。届かない。届かない。やっぱこっち移動するしかなさそうですね。あっちあっち届かない。くそ、絶妙に、うまいことできてんな。絶妙に一個ずつ乗ってかないと届かないようにできてやがる。はい、崖の裏、覗き込んで橋の下。いいんじゃないですか？いいんじゃない？いいと思いますよ、これは。で、まあ、その奥には何もないか。この無限に毒の沼が続いてるの気持ち悪いよ、本当に。早く抜けたい、もう。都市の国行きたい。はい。で、上にあったんだよな、確かな。上ってことはもういらなくねえか、こいつ。こいついらなくて、上行きましょ。あと3つ。ほいで、ほいでほいで、こいつキャプチャーするか。こいつキャプチャーして、こっち伸びるか。あはい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 。ちょっとね、おごりましたね。ちょっと、あれでしたね。あ。これってさ、だからこうやって紫コインもゲットできちゃうってことなんだよね。ん？でも僕さ、ちょっとさ、おかしいことに気づいたんだけどさ、今までさ、紫コインって、その国の通貨だったじゃん。その国専用の通貨だったわけじゃん。その国のショップでしか使えませんよっていうことだったわけじゃん。この国にショップはねえ！ってことは、この紫コインはさ、使う場面はねえんじゃねえかっていうさ、疑問？それとも何かな？これそのうち
ショップとか出てくるのかな。まあでもとりあえず向こうの、おい届かない、届かない、ギリギリに行かない、届かない。とりあえず向こうのファームを、はい届いた。伸びて伸びて、こいつにはジャンプという概念がない。一回解除しないとない。はいはいはい、じゃ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 、そいつ殺しちゃダメなんだって。おいで、その間を縫って紫コンビ、いてえ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 な、お前はいてえな、本当にな。もうこいつ一旦捨てる、お前。まあまあでももう一回ちょっとプロペラの方に乗りまして、こっちか行ってないの。こいつさすがにキャプチャーできないよね。あれ、こいつキャプチャーできる、もしかして。捕まった、離せ。いて、何、あ、はい、理解理解ポーン、理解したポーン、はい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 、いほら開いた。これ俺壊してないかんね。あいつが勝手に爆発した。俺は知らないよ。で、こいつを、また、行きつける。で、こいつなんかあれでしょ?その、うわぁ、いっぱい、バカ野郎。こいつだから、カメムシ的な、あれでしょ?なんも!こいつは、カメムシ的なやつなんだよ。なんか、触られると、こう、何、臭い匂いを出しちゃうカメムシみたいなのと一緒で、触られると爆発しちゃうんだな。ってことはこっちにおびき寄せて、ほらってこうやってやって、ポン、ほら出た。これだからさ、これに関しては本当に俺は悪くないからね。ほんと帽子ポンって置いといたら勝手に爆発しただけだから、俺はあいつのことは倒したことになってないですから。俺はあいつのこと倒してないですから。ってことは、あと1個。これもう余裕プレイだわ。いけるわ。これだから、あ、いや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 、ちょっと待って。つうことは、あとあのカゴだけだ。あとあのカゴのパワームーンだけだ。オッケーオッケー。理解理解。でもあそこのカゴのパワームーンってことは、やっぱ上方面だな。上方面の何かをしないといけなくて、さっきのカメムシ爆発を、どうにか使うはずなんだな。だからこいつをこうやって飛ぶ。飛んだじゃん今。飛びました、俺飛びました。あ、じゃじゃじゃ、ちげえわ。こうやってこうすりゃいいんだ。こうしてこうすりゃさ、あ、なんじゃん、簡単じゃん。簡単でもねー、次それできねー。だからこれをこうやってぷいってやるでしょ。もっと近づいてペイするでしょ。ペイしたらデイス、デイス、あー、もうタイミングわかんねえやつだな。これペイするでしょ。ペイして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 ペイスペイス。じゃあ捕まる場所あったんかーい。気づかなかったー。で、いけた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 いけて、あれ、これはパワームーンなわけないもんね。パワームーンかい。マジっすか。あのなんか、あの檻に入ってたパワームーンではないんだ。それを使うわけではねえんだ。あれ、でもあそこは輝いてるね。どうしたもんかね。パワームーンが集まったよ。これでお手伝い号が治るはず。確かに壁キック教えられてねえもんな。これは?何?何?何?マジか。何?すげえ上まで、すげえ、すげえ上まで、すげえ上まで来て、お店がある。おお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 、こんなところにお店が。わあ、マリオさん、こんなところでお会いするなんて。今回私たちは探検ではなく、ショップを開くためこの島にやってきました。売れないよここ。さっき通ってきたけど変なやつしかいなかったよ。ぜひ中に入って見ていてください。まあまあ、俺ぐらいしかお客さんいないだろうから、まあ、入りましょう。で、これでパワームーンとか売ってたら儲けもんだね。売ってるし。買う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 よ。それはじゃあ。
はい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 。もうだってもうこれだってもう全然オデッセイ号もう治るっていう体で動いてますから、これもう余裕ですよ。ちょっとねそろそろねこれ2個前ぐらいのステージの服装だからね、そろそろさ新しい服欲しいんだよね。え、かわゆい、え、パイロット、パイロットかわいいじゃんか、買うわ。パイロットかわいい、着替える。パイロットマリオかわいい、いい感じじゃん。あ、で謎のドラゴン、謎のドラゴン、え、謎のドラゴン降りてくれる、もしかして。え、謎のドラゴンさ普段行けないところに行ける的な、あれなんであそこ光ってる、あれオデッセイ号、あ、オデッセイ号か。謎のドラゴン、オイラは高いところから滑空するために世界中をあちこち回ってんだ。どんな趣味だ、滑空って名前だし、しかもここはジャンプするのにいいところだ。血が騒ぐな、くぅ、飛ぶぞ飛ぶぞ、くぅ、俺をどうにか、おーい、へいへいへい、カック、カックが、ちょっと待って、カックの使い方が分かんない、カックの使い方が分かんなくて、ただただ降りるという、高いところからまた飛べるよ。ちょっとカックの使い方分かんなくて、ただただ降りたわ、ごめんなカック。でも一瞬でオデッセイ号に降りれたわ、ありがとうな。直そう、キャッチャーと直そうオデッセイ号。おい、おい、おい。へい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 、はい、復活しましょうね、直しましょうオデッセイ号。オッケー、直った、オデッセイ号が直った、ほぼそのまんまだし、あ、直った直った直った。え、ってことは目的である、あ、直ったけど完全じゃなくね、なんか下手じゃねえ直し方。とりあえずって感じ？都市の国来た。ニュードンクシティ。雨降ってる。あらあら、ビルの上の邪魔者。うわ。やば。ビルの上の邪魔者さ、今までのマリオ感ない敵なんだけど。やっとたどり着いたけど大変なことになってるね。わあ、見てよ、クッパの船だ。ねえねえ、来ちゃった、やっと、ねえ、待ち待ち待ち、ただのただの待ち、やべえ、うわー、次回はこの街で法律を破らないようにやっていきたいと思います。大変なんだろうな。まあもうすでにオデッセイがここに止まってる時点で、お前それいいのかどうかとかって言われるんだろうな。だってこれヘリポートだもん、これヘリコプターがここに止まるべき場所なのに、オデッセイが完全にヘリコプターではねえもんな。これまた言われるんだろうな、お前その時点で終わってんだろうって。まあまあでもね、僕にはやっぱ法律を守り続けるっていうことしかできないんで、次回ちょっとこのニュードンクシティで遊んでいきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。